チャオ、あっちゃんです。この前ドンキで見つけた瓶の粒ウニ、これねドンキホーテで150円ぐらいやったんで買ってきたん。これね粒ウニ、何本 45g、 はい、下関、山口県下関って書いてある。絶妙ウニ卵かけご飯粒ウニ、ウニ屋さんのまかないレシピ。ご飯粒ウニ卵醤油、熱々のご飯の上に卵粒ウニを醤油を乗せて軽く混ぜるだけ。お好みで刻み海苔などを添えると美味しいよって書いてある。ほらウニご飯、ウニ卵ご飯めっちゃ美味しいよ。結構ね、瓶ウニって意外と苦かったり変な味して騙されることが多いねんね。ちょっと食べてみたいと思う。どんな味か一口食べてみたいと思う。あかへん、開けて、開きませんでした。さすが男の子、ちょっとアルコール臭い。エチルアルコールって書いてあるわ。食べてみたいと思います。あのウニの口に入れた時に口の中に広がるあのなんていうの、磯の香りとウニのあの濃厚なこのねっとり絡みつく、なんていうのかな、ちょっと甘みのあるウニっていう味が ない少ない、ないことはないけど少ないで、こんなちっちゃいのが入って、これがウニやね。で、アルコールが強い。ちょっと硬い、さっき出したやつ、あれが口の中ジュって潰れたらウニの香りがふわってすんねんけど、実はねこれねウニが 75% やね。で、塩ウニ含有率が、75% だから残りの 25% は砂糖、小麦粉、卵黄、エチルアルコール、乳タンパク、そんなもんやねん。だから丸々ウニじゃないねん。でも瓶詰めの塩ウニってなんかなんちの苦かったり変ないですけど、どっちかってこれウニとウニクラゲ、スーパーとかの袋に入って売ってるウニクラゲとかに入ってるウニっぽい味だから悪くはないよ。なんかこれとほんまにね、卵とで卵かけウニご飯しても美味しいと思う。で、何かのお料理に使うんやったけど、これをウニやと思って食べたらちょっと微妙やったけども、でもこれ150円ぐらいやからお得でした。これはいろんなお料理に使えるかもわからへん。今後また何かに使っていきたいと思います。はい、さあ何に使うかな。ウニこれとねマヨ混ぜてなんかしても美味しいかもわからへん。でクリーム系のパスタにこれのけても美味しいかもわからへん。まあ、できたら本物のウニ乗せたいんだけどね。そんな感じで、ドンキで買った絶妙ウニ卵かけご飯粒ウニ、150円ぐらいのやつ、また、何かのお料理に使いたいと思います。ではまたね、バイバイ。